やめろ。大統領にそれ以上近づいてみろ。この俺が射殺するぞ、貴様らを。ふぅ。君、早く何とかしたまえ。はっ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 は。我々、テロ組織、マウンテン号は、これ以上その無能な役人をのさばらせておく筋合いはないと思っている。そうだ！我ら地獄三兄弟は、今をもってこの国の大統領に就任するつもりなのだ。お前、いいからどけ。やだ。私の誇りにかけても、この無能な大統領を守ってみせる。貴様。はぁ、あ、うわぁ、あ、く、くわぁ。まったくもって愚かな奴だぜ、こいつは。うわぁ、あだい、な、なんだ、そこにいるのは、誰だ。誰だ、貴様ら、それ以上近づくな。くそ、こいつは確か家電ヒーローのやつだ。一旦引くぞ。面倒なことになるからな。了解です。イエーイ。まったく、物騒な連中だ。おいお前、大丈夫か？あんたは？兄さん！あんたが伝説の英雄、キャプテンモンスターか。ああ、そうだ。弟は悪の囚人にさらわれて生き別れになっていたが、私は日本で、間違えた。この犯罪都市、ネオニューヨークで、ずっと警備活動を行っていたんだ。しかし、今から10年前だ。奴が現れたのは。松前のテロ集団、森永組が現れたんだ。奴らは大統領の政治方針にいろいろなあれがあって、そして今では恐ろしい集団となって大統領抹殺に力を入れているんだ。まったくもって恐ろしい話だ、兄さん。しかし、なんて奴らなんでしょうね、そいつら。まったくだ。私もこの通り体をサイボーグ化して、なんとか立ち向かってきたが、もうそれも限界に近いのかもしれないな。新しいアーマーができましたよ。あんた、赤外線レーザーマンとか言ったな。ありがとう。あなたも、いっそのこと家電ヒーローに入りませんか？今なら欠員も多いですし。なるほど。ま、奴らを倒したら考えてみよう。まったく、愚かなことを考えるものだ。バカ。家電ヒーローの基地になぜ敵が？奴らはきっと特殊なセンサーでセキュリティロックを突破してきたんでしょう。なんてことだ。これは私がみすみす我々君たちに助けられてきてしまったというあれもある。ここは一つ協力して奴らを地罰にあげようではないか。そうだな、行くぞ。待ってく、ごちゃごちゃ抜かしよって。電子レンジ取るねーの。ロボトミーキック。ぬー。はぁ、あ。はっはっは。とどめだ。はぁ、あ。危ない。ああ。赤外線レーザーマン殿。あんたは私のために。あなたは。家電ヒーローに必要な人材だ。赤外線レーザーマン殿。やれだ。こうなったら貴様を破壊して、俺は彼の意志を継いで家電ヒーローになってやる。頭突き艦アタック。よし、アーマーの隙間にうまく銃を入り込ませた。とどめだ、フ
フィンガーソード。赤外線レーザーマン、お前ってやつはどこまで正義の味方を貫くんだ。大丈夫だ、赤外線レーザーマンはきっと機械の体だからたやすく蘇られる。いや、そういうことじゃないんだ弟。私は彼が自分の身を犠牲にして私を命の危機から救ってくれたことに感謝しているんだ。俺もそう思う。私も家電ヒーローとなって彼の恩に報いるぞ。名前は、車がいっぱい通ってるな。レーザーディスクマンだ。よし、頼むぜ。これからもレーザーディスクマン。おう、こうして新たな家電ヒーローレーザーディスクマンが誕生した。